そうですね、まあ、前半も結構押し込む形があった中で、まあ、何本かチャンスがあった中で、まあ、そこで決めきれればやっぱもっと楽な試合運びができたと思うんですけど、まあ、まあ後半もチャンスはありましたけど、まあ、それはまあ次の課題として、まあ、まず勝てたことは素直に喜びたいなと思います。少しプレッシャーはありましたけど、まあ、決める自信というのはまああったので、まあ、なおに譲ってもらいました、まあ、本当は真ん中を狙ったつもりだったんですけど、まあ、キーパーがあんまり動かないので、まあ、ちょっと危なかったですけど、まあ、入ってよかったです。ホームでなかなか勝てない試合続いてましたけど、まあ、本当に今日久々にカモンロスができたことを本当に嬉しく思いますし、まあ、ただこれは通過点だと思うので、まあ、本当に切り替えて、まあ、次から次の試合に向けてまたいい準備したいと思います。苦しい時間がある中で、まあ、PK で1点を取ってしっかり守りきったっていう、まあ、ホームで勝ててない中ですごく結果にこだわった試合で、とても、まあ、みんな気持ちも入ってましたし、しっかり勝ち切れたってことは良かったと思います。そうですね、あそこを決めきれないっていうのが、まあ、まだ自分の実力だと思うので、もう一回練習で、しっかりゴールにこだわって次の試合以降でしっかり点を取れるようにしたいと思います。そうですね、まあ、自分が蹴ろうと思った時にはもう高い選手がボール持ってもう強気で自分が蹴るってことで言ってたんで譲りました。やっと、ホームで勝つことができて、こうやって、カモンロスをすることができたんで、次、以降のホームでもアウェーでもしっかり勝って、カモンロスをできるようにしたいと思います。まあ、押し込んだりしている中でやっぱ、まあ、先制点取れたことは良かったですけど、まあ、2点3点やっぱ取れなかったんで、まあ、そこはしっかり、まあ、攻撃の課題として、次につなげていきたいと思いますし、まあ、ディフェンスとしてはやっぱまあ0で終えれたんで、2試合連続0だったんで、まあ、これをしっかり継続できるようにやっていきたいと思います。まあ、最高ですね。まあ、長かったですけど、まあ、やっとホームでできたので、まあ、次もしっかりできるように頑張っていきます。まあ、今日もこの遅い中、応援していただいて、それをしっかり勝ちで終えれたことが良かったので、次もしっかり連勝できる、まあ、3連勝できるように、また来週頑張っていきたいと思います。